お金はまだまだかかる。はい、こんにちは、ツーラフィルムです。今日はですね、僕が愛用しているカメラ、ソニーの α7S3、 このね、めちゃめちゃいいカメラをですね、使いこなすには、何個かですね、追加で買わなきゃいけない機器があるので、今日はそれについてお話ししたいと思います。僕みたいにね、お金がなくってすげー頑張ってこうやっとね α7S3 買ったみたいな人、もうこれ以上お金出せないみたいな人はこの動画を見て、参考にしていただけたらなと思います。それからこれからね、S3 に買い替えたいよって人、めちゃめちゃお金かかるよ、 S3 だけじゃないんだっていうのをね、ご紹介したいと思います。じゃあ僕がね S3 のカメラを生かすために買い足したもの、買い替えたものをですね4つほどご紹介したいと思います。じゃあまず1つ目、じゃあ軽いのからいくよ。1つ目はですね、前回の動画で出したんだけども、SD カードです。っていうのもですね、 α7S3 の最大の特徴である 4K120 フレームで撮れる撮影モード、これをですね記録するにはある程度のスペックの SD カードが必要です。まあ、なんか V90 以上の SD カードではないと記録ができないので、プログレードっていうところのこの銀印のね SD カード、これをね買いました。前回の動画でソニーのですね CF エクスプレスタイプ A っていう SD カード、これがあればね全部記録できるよっていう風に簡単にお話ししたんだけど、まあ、全部はね記録できなくていいと思います。オールイントラっていうモードの 120p、 これをね別に撮影しなくてもいいのであれば、このプログレードの、メモリーカード、これをね買うことをお勧めします。ちなみにだけどね、その CF エクスプレスのタイプ A のソニーの SD カード、 160GB で4万円します。しかもですね SD カードはですねそのまま読み込めないので、専用のカードリーダーが必要なの。なので余計にお金がかかってくる、もうやめてって感じが1つ目ですね。2つ目がですね、これはなんでだかわかんないんだけどね、7-3 から S3 になってなんか充電の減りが早いんだよね。まあ、4K で撮影していることが多くなったからかもしれないけど、なので2つ目は充電池になりますね。これもね8500円とかしたんだよ。高くないか、充電池で8500円って。なので、2つ目はですね充電池ですね。まあね、この予備バッテリー1個持ってればね、だいぶこう撮影もね幅広く撮れるので、1個は持っといた方がいいかなっていうふうに思いますですね。2つ目は充電池です。で3つ目なんだけど、これもね 4K 絡み、ソニーの α7S3 4K の 60p とか 120p、これを編集するにはやっぱりねそれなりのパソコンのスペックが必要になってきます。ちなみにこの画面上で見えてる僕はね iMac の2017年モデル、メモリをね増設してて 40GB のメモリで編集しようと思ったんだけど、これじゃねもう全く動かない、カクカクしちゃって全然だったね。なのでプロキシでね読み込んで編集するんだけど、プロキシでもカクカクしたりだとか、途中でソフトがシャットダウンしてめちゃめちゃストレスだったの。だからもう泣く泣くね、ほんと買ってしまったよ、今人気の。はい、 M1 MacBook Air フルスペックです。もうね 16GB の 2TB、 もうねもう夜のねテンションで買ってしまった。朝めちゃめちゃ後悔したねえ、お金が飛んでくね。でさ、このね M1 MacBook Air めちゃめちゃこう高評価で、もうレビューする人みんながすげえいいすげえいいって言うんだけど、もうちょっとね僕は残念だった。この動画を見てくれと、カクついてるでしょ。でこれね、もちろん素材そのまんまなんだけど 4K120p かと思いきや違うんだよ、これ 4K60p なの。 60p でこれだけカクつくんだから 120p じゃ絶対無理なんだよね。
ただまあプロ棋士で読み込んで編集すればサクサク編集できるので、その辺はねストレスなくできるから、まあ買ってよかったかなっていうふうには思ってますが、これだってフルスペックで25万だよ。高すぎでしょう。もうこれはだいぶ痛い。ほんと貯金がなくなった。これがねもう3つ目ですね。で最後4つ目、これもほんと 4K120p でこのね 4K120p で撮影するっていうことは、やっぱりそれなりにメモリーを食うのよ。で撮影したデータを保存するハードディスクだったり SSD が必要になるんだけど、それをね買いました。このラシーの 5TB のハードディスク、これもね2万5000円くらいした。もうやめてって感じ。 4K120p とかで撮影してこれに保存してこのパソコンで編集する。もうこれをするだけで一体いくらかかったんだよっていう感じなくらいね、ちょっとお金がなくなってしまいました。まあ、ちょっとお金のね話をするのはどうかなっていうふうに思うんだけども、やっぱりねこうカメラだったり映像をするにあたってそれなりにねこうお金がかかってしまう、ちょっと趣向のね高い趣味になるから、これからこう S3 を買い替えたいなって思ってる人はそれだけじゃなくってパソコン周りだったりとかこう他のねものにお金がかかってくるよっていうのをねぜひ皆さんに伝えたかったです。今日はですね僕が S3 を買った後に泣く泣くね買い替えたりとか買ったものをご紹介しました。この動画がですねみんなのね参考になっていけれたら嬉しく思います。いやー高い、まだまだきっと出てくるんだろうな。なんか他にもいろいろあったら教えてほしいです。ではですね、今回見ていただきましてありがとうございました。今回は、僕が α7S3 を買った後に泣く泣く買ったもの、買い替えたものをですねご紹介しました。これが皆さんのね、参考になってくれたらすごく嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。